チャンネルの中でいろいろこうね皆さんこう投稿されてて、うん、怪獣チャンネル面白いなと思ったんかね思ってませんいや思ってます思ってますちゃんとちゃんとテロップ入れてね何の今のどこにテロップを入れる時があるえそれはあの今日はあの突撃怪獣チャンネル突撃いつもなんかいろんな会社に訪問してることが多かったんでちょっと逆バージョンやってみようちょっとあ俺がねそうですそうですうちがねはい今日は、ね、あの突撃改造チャンネルっていうところで、うん、ただちなみに突撃まだ1回しかしてないよあれ10回ぐらいしてなかったですいやあのオレオの会社に行っただけであの靴のあれですよねライオンズのそう、あれはだけ俺が、あれを突撃しとんねあれなんか、ね、100回シリーズとか書いてなかったですけど書いてないですかね書いてない あ、そうですかいや、なんかそれを切れてない切れてないの結びつけようとしたやろ、今いや、切れてますあ、多分ね、分かった分かったそれが多分滑るあ、うん、結構僕の中です全然滑ってるんだけどねまあ、いい滑りはいつもので今日は何かあるんやろそうです、あの、うん、今日はですねぜひ代表の海さんにちょっと聞きたいことがあると思ってちょっとそれで突撃しますなるほどね、はい、でちなみに早速ちょっと聞きたいんですけど、うん、あの海さん、仲間市って知ってますそれは知っとる、仲間市ちなみにどこにあるかもしれない場所はどこね、北九州の隣うん、あ、その地図で入れるのそう地図、なんかこう具体的に何がちょっと歌ってくれじゃあ、これ絵描いていくはいあー川の全然関係ないそうだ結構川っていうのがあのヒントなんですよ今つなげたつなげてます川の流れの川あのちょっと言うと温賀川っていう一級河川あ、はいはいはい、で、近隣には、うん、八幡西区カツキとか、うんね、があったりとか、うんうん、あ、俺あれ知っとん中間市の市長ってなんか元芸能人やろケンちゃんです福田のケンちゃんですまあそうやろねちょっといやなんかそのもうちょっとだけ何をしようだ芸能人よね多分昔あの桃地浜ストアとかでよく出てた アナウンサーで出てたんですよ市長になったあの2年、もう8年前ですね、市長になりまして、うん、今、現2期目です。あ、ごめんなさい、8年、5年前ですね。うん、2期目の県政。その人あの市長とはとてもよく、あの私は商工会議所の青年部に所属してて、うん、青年部っていう年じゃない僕ら商工会議所青年部は、定年が50なんですよ。どっちみち俺ダメ、ね、なので、総年部。今日も全開やね町づくりの、いろんなイベントとかにも、うん、僕らがいろいろ地域として活動をよくやってますなるほど、はい、なので市長とか市の方とか地域のおじいちゃんおばあちゃんとかともつながりがよくあります、うん、ちなみに今年の、 あの秋にアルコウォーキング大会をやりますのでジェスクルッチャーまた滑ったっちゃう全然ちょっとなんか説明なんとかね、うん、今のところだいぶあの視聴者の方も理解が進んだと思います、うん、
で、まあその今日はちょっと中間市の件で先ほど場所があった時に、実はですね、中間市には日本の世界七不思議の島中一つがあるんですよ。え、ね、うん、今何言った？日本の世界の日本の中での世界の七不思議の一つ。え、もう一回ゆっくりね。日本の中、日本の中で、日本の中やろ。で、世界の七不思議の一つが中間市にある。あ、すいません。もしもし、あ、聞いてます。あれ、ちょっと待って。世界の七不思議に日本の中のことがありますよってことやろ。世界の七不思議のことが日本のこの中間市にあるんですよ。ちょっと何言ってるか分かんない。それで、イースター島に何があるかご存知ですか？イースター島。イースター島。顔だけの感が感が感が深いですね。全然わからないよね。あ、わかる。こいつか。あれヒナじゃないですよ。モアイ、モアイ。あ、そうモアイ、モアイ、モアイ。モアイってハワイじゃない。あ、ハワイもインスタ島だ。え、違うか。ハワイはオアフ島。ハワイ出身。オアフ島日高部屋。全然わからん。全然わからん。大相撲でもよく。石型なんとかでしょ。あれよね。ものすごく伝わりにくいものがね。伝えやすいプレゼンが私得意なので。マジでいい。はい。俺に全然伝わらなかった。俺がだけなんか視聴者の皆さんにちょっと解説をして。そうそう、解説しよう。いやいや、僕のキャッチフレーズは伝えるで。キャッチフレーズがある。伝わるっていうことが。あ、もう一回言って。噛まないでいきます。伝えるではなく伝わる。なんか違う。ですね、言ったよねって、これちょっと真面目なんですよ、うん、言ったよねって言って、うん、これ伝える行為であって、うん、受け取る側が理解してないと伝わってないんです、うん、理解して初めて、うん、OK ってこう動き出したらこれが伝わるっていうか、さ、封筒作ってくれって言ってから忘れとる。よう考えたら、え、今思い出したけど封筒で、あ、これ作ってみますよみたいな感じで言うて、あれもう作らなかったですか？こんな感じで仕事が相当遅いんですよ、ここの会社。ありがとうございます。言ったよねって言って、これ伝える行為で、受け取る側が理解してないと、伝わってないんですよ。落ち着けないよ。いや、今日はなんかこう視聴者に見られてる感じが、なんかありましたよね。なんかあったか知らんけど、なんか誰かセーラックね。あ、そうそうそう、セーラックって感じよね。そうです、お前たちってさ、それをちょっとあのピロンって出してもらえるとより視聴者に分かりやすいかなって思います。 Every day Living life 注文つけるね。今日は後ろの編集ちょっとうるさいよ、そんなこと言い出したら。なんか多分モザイクがかかりだしてる。もうずっとモザイクで終わってるんじゃないですか。そうです。いや、そんな動画もあるもん。そうですか。そうそうそう、あのそろそろ話戻していいですか。いいよ。もうだいぶ違うところです、うん、でいつもの答えがねその、うん、モアイ像が、うん、なんと中間市にあるんですよ、うん、屋根のない博物館のところがあってですね、そこにはさっき言ったモアイ像の他にスフィンクス、エジプトにしかないスフィンクス、ワオスフィンクス。今日はですね、その中間市に来てほしいと、改造チャンネルに、おう、そういう依頼も込めてですね、うん、ちょっとさっき、うん、あのギャラ高いよ。金取るんかい。お金はいないよ、ボランティア。視聴者数、視聴者数、視聴者数、公共特許と結局。この人本当我が道を行くよね。東京特許かけ局全然言えてねえし。隣の客はこれまたあれやね、グダグダ、うちの編集頭悩めると思うよ。悩めると思います。でもあのピローンとかプピンとか、うん、あの いいね突撃チャンネルみたいに、うん、なんかいっぱいこうテロップ出してる。いいね突撃チャンネルって何だよ。いいね不動産で間違えた。いいね不動産に突撃。めちゃくちゃやね、あんた本当突撃した。俺も怒るよ。いいね突撃チャンネル。
ャンネルで変わっとくね。社名も変えてしまった方がいい。多分今度突撃さ、あ、俺本当俺のとこ行こう。日高院に突撃今度。あ、ぜひ、うん、あの仲間市にはそういう世界の七不思議のものがあるので、うん、ぜひ改造チャンネルに突撃してほしいというお願いの今日は突撃で。一つ仲間市には世界七不思議があるんです。なんか意識しそうね、これね、テレビは。二つ真面目な話、今仲間市は、新しく生まれ変わろうとしてます。で、商業施設がですね、綺麗に今ブラスクラップ&ビルドで。もう一回言って。はい、スクラップ&ビルド。ちゃんと言って日本に、日本の人に分かる。スクラップ&ビルド、ちょうど仲間っていうのは古いものを壊し、うん、新しく生まれ変わろうという、うんうん、してる時でもあるので、ぜひその移り変わっていく仲間市っていうのをですね、うん、取材しようかね。ぜひ見てほしい。で、こんなに仲間っていいところなんだと、うん、で、そこのところにまた光る会社があるんだということを、ぜひ会場チャンネル。でも仲間は大体どの辺なんだね、田舎にさ。うちの会社があるのは仲間市役所。市役所は海岸の、すぐ海岸じゃない、川沿い、すぐ真裏にあります。あ、そうなの。はい、あのもう恩賀川がですね、増水して、もしこあの防波堤ぶっ壊れたらうちの会社全部流されるぐらいのいい位置にありますんで、ぜひお近くお寄りの際は、会社の方に寄っていただくと、うん、コーヒー一杯ぐらい。そうだね。聞こえません。なんかあれや、せっかくやけ、視聴者になんか。そうですね。あのうちの会社に来て改造チャンネル見たよって言ったお客様には、うん、当社のあの今オリジナルの。あるんだ、マスクケースを作ってます。で、いろんなシーンでこう使えたりとか、うん、で、あのワンちゃんとか猫ちゃんのイラストが印刷されてる分で、うんうん、よって改造チャンネル見ましたよって言ったらもらえるんです、ね、マスクケースがもらえると、うん、ではあの皆さん、今回もなんか滑りまくりか、なんかちょっとこの人がどうしたいのかわからないままなんですけど、まだ3回目なんで、あと7回は来られると思うんで、ぜひぜひお楽しみにはならないかもしれないですけど、またどうぞ。今閉めようと思ったら何で始まるんだね。すいません、うん、では皆さん、今日はこんな感じで終わります。じゃあね、バイバイキン。出たね、それまた。我がふるさと仲間市について簡単にここで説明します。仲間市は北九州市、直方市、岡垣、恩賀の間に挟まれた、まさに名前の通り中間の位置にある町です。人口が約4万人弱ということで、年々少子高齢化の波をずっと煽っているような町になります。で、いろいろ観光名所はあるんですけど、仲間にはですね、屋根のない博物館とか恩賀川とか羽生公園とか、いろいろ観光名所がたくさんあります。先日世界遺産にもですね、認定された施設もあるので、ぜひお立ち寄り、お近くお立ち寄りの際は遊びに来てください。そして日高印刷に来たら何かあるかもしれないので、ぜひお待ちしてます。ちなみに福田市長、皆さんご存知ですか。有名、とても有名になってますし、仲間市はどんどん変わっていってるので、新しい仲間市をぜひご覧ください。改造チャンネル逆始めるっちゃ。噛みました。さあ、今日は雨ですが、突撃訪問、なんと改造チャンネルに突撃訪問したいと思います。待て、あれ、おかしい。
ハイゾーチャンネル玄関に入りました。カイさん、どうやら電話中みたいです。カイさん、電話が終わりません。カイさん、ちょっと勝手にお邪魔します。はい、いました。カイさん、カイさん、全然気づきません。カイさん、え、カイさん、いますよここ。僕いますけど、おかしいな、これで気づかないか。カイさん、それあれで、いやいや、いいよ、ちゃんとなんか話して、やっぱりさっきの今言った、うん、なんか仕事真面目なカイさんでした。いや別に早いカット